第1試合全場アップトゥーデイト1 20分一本勝負、赤コーナーからは玉田理恵、田村芳子、深川由美3選手にお越しいただきました。まずは玉田選手、第1試合ということで、今いろんな団体の選手が、かなり若手に対して脚光を浴びていると思いますが、それについてお聞かせください。なんかいろんな他の団体の新人の子とかがすごく挙げられていると自分もすごく意識して、その試合を見たりした次の日からはすごく意識しながら自分でもこう自分を盛り上げていくようにしながら試合をしているんですけれども、今日も他の子とかが多分見に来ていると思うんですけど、絶対に自分は負けるつもりはないんで、今日も、6人タッグなんですけれども、先輩のやっぱりチャパリータサリ選手を狙って、自分はガンガン行きたいと思います。頑張ってください。続きまして深川選手、かなり今人気急上昇ということで、大会場での試合に大抜擢されましたが、その辺について抱負をお聞かせください。復帰してっていうか、レスラーになって初めて後楽園以外で大きい会場っていうのに出たことないんですけど、そうですね、緊張してます負けないように、玉田と田村の足を引っ張らないように自分もガンガンできるように頑張ります。期待しております。続きまして田村選手、全日本ジュニアチャンピオンとしての、抱負を今日の、今日の試合についてお聞かせください。6人タッグなんで、お客さんに、注目してもらえるように頑張りたいと思います。はい、期待しております。そして青コーナーからはチャパリータアサリ、椎名由加、渡辺美沙絵3選手にお越しいただきました。まずチャパリータ選手、はい、最も新しい前場のパワーを見せてくれるということですが、はい、6人のこの新人の中で自分が一番上なんですけども、はい、今日は6人の中で一番目立てるように、はい、そして第一試合らしい試合をしたいと思います。はい、頑張ってください。はい、そして椎名選手、第1試合のオープニングということで、この試合についての抱負をお願いします。6人の中で一番目立てるように一番元気のあるところを見せたいと思います。はい、期待しております。渡辺選手、抱負をお願いします。新人らしく元気にいきたいと思います。はい、期待しております。全場アップトゥーデイト1、6人タッグマッチ20分一本勝負を行います。初めに青コーナーより渡辺美沙絵、椎名由加、チャパリータ、アサリ選手の入場です。150パウンド
大阪女王制やまずはオープニングマッチです。全場アップトゥーデイト1、玉田理恵、田村芳子、深川由美対、チャパリタアサリ、椎名優香、渡辺美沙絵の20分一本勝負ということになりました。小川さん、はい、まあ、非常にですね、今年の夏は暑くてですね、これ8月30日もう8月も終わろうというところですけども、非常に残暑厳しい、今日も非常に暑かったんですけれども、まあこのオープニングマッチね、どうですか、お客さんのここまでのですね、オープニングセレモニーまでのですね、ノリが非常にこう、ヒートしてるなというね、なんかそんな印象を受けたんですけど、そうですよね、また大阪でこういうビッグマッチというのは年に1回2回あるかないかなんで、はい、お客さんもそれだけ待ってたっていう意味があるんですよ。そうですね、まあそういったこの暑さの中でこの6人のフレッシュなですね、プロがその暑さを飛ばしてくれるんじゃないか、そんな気がしますけれども、ですね、はい、最近やっぱり各団体の若手選手が見直されるっていうというか、注目されてますよね。そうですね、やっぱり全場選手はそういう意味で、ま、やっぱり上の選手たくさんいますんで、はい、下まで脚光が浴びないんですよ。そういう意味で全場の若手もすごいんだぞということを、ね、示してもらいたいと思います。なるほど、まあこのタイトル名にもありますけれども、アップトゥデイト1、まあ、いわばこの関西地方にですね、この前場の若手これだけすごいのがいるんだぞというお披露目というかですね、まあ、情報提供というかですね、まあ、そういった意味が込められているかと思うんですけれども、この田村なんかはね、全日本ジュニアをトーナメントを取りまして、どうですか、小川さんから見てその実力のほどというかですね、将来性という意味では。あ、実力者だと思いますね、まあ、彼女は普段はあまり闘志を見せないけど、どっちかというとおとなしい選手ですけど、はい、リングにはこう一変しますからね。そうですね、で体もありますし、はい、さあここでまずは高校の堀尾が合体のクローズライン。さあですね、前場としてはこの玉田深川組っていうのを一つチームとして、うん、まあ、アイドルタッグ、はい、確認した。おっと、これは変形、変形というか、まあ、深川がちょっと力が間違ったとかでしょうね。あ、まあ、深川っていうのはこれ、はい、深川現象が起きるぐらいな人気ありますね。もうこのね、深川という選手のなんて言うんでしょう、アイドル度と言いましょうかですね、はい、もうある意味ではもうデビュー前からですね、というか一度デビューしてまた長期欠場とかがありまして、はい、まあいろんな意味でですね、多方面多角的にですね、注目を浴びてきた選手ですよね。まあ、この小さな体でですね、まあプロレスラーといっては失礼ですけれども、プロレスラーとは思えないそのなんていうんでしょう、ベビーフェイス、はい、やっぱり、まあ、そういった意味では、はい、昔キューティーするけどやっぱりね、うん、そういうのを打ってたと思うんですけども、キューティーはさらにちっちゃいですから、まあ、どういった、まあ、レスラーとしてですね、どういった部分を確立していくのかというのが非常に興味深いこの深川ですけれども、まあ、それ以前になんて言うんでしょう、もう彼女の独特のポジションをもうすでに確立しつつあるというかですね、そうですね、そんな気がしますよね。このような攻めにもあるんですか、はい、シーナですか、はい、結構息がいいですけど、最近、ね、割と面白い存在になってきたなと。そうですか。さあそして青コーナーは一応このタッグの対象格ということになります、はい、アサリと、そして赤コーナー玉田が出てきました。やっぱりジュニアクラスの中心ですよね、はい、おーっと出ました、これは本当に玉田すごい、ドロップキック、一発でこの大観衆を沸かせてくれます。わ、強烈なバネ、シャパリーターさんの体が吹っ飛びました。ブレーンバスター、玉田は本当に抜群のセンスありますよね。ドロップキック一本でですね、これだけ会場を沸かせられる選手とはなかなかこう、なんか待望の選手が出てきたなというか、これ浅井も負けられませんよ。あ、そうですね、はい、さあ、いいよ、そしてロープに振ってジャンピングにバットか、ちょっと当たりが、はい、
あまり良くないですね。もう一発いった。ジャンピングリーパット、カウント1で返していった玉田。まあこのビッグマッチのオープニングっていうのは本当にお客さんも気合が入ってますし、はい、やっぱり選手も気合い入れてやらないと後が続かないですからね。テレビの業界なんかでよく言うんですけど、番組のこのつかみといいますか、ね、そういう意味合いではですね、このオープニングマッチの出来以下ではですね、お客さんが一気にこの後もね、あんまり盛り上がらなかったというのがよくありますので、そういった意味では、まあ、新人ではありますけれども非常に重要なポジションということになります。今日はなんかどんどんと同時にもう攻めの体勢ですよね、かなり。そうですね、おっと強烈な張り手を見舞った玉田、そして渡辺、田村がドロップキック。さあ深野、これはかなり打点が高い。これは何でしょう、起き上が起き上がりこぼし式ドロップキック。この3人が正規軍みたいな感じですよね。正規軍、おー飛距離十分。今なんか振り踏み切りポイントがちょうどリングの中央ぐらいでしたけれどもね、はい、これもっと手前だったらもっとダメージあったんじゃないですか。うん、さあそしてジュニアの王座を今争っている渡辺、そして椎名。6人タッグっていうのはやっぱり6人入り乱れるっていう形ですので、はい、自分からチャンスを見つけていかないと出番がないですから、はい、もうね、もうエンジン全開でいかないと。そうですよね、最初からもうアクセル、自分の見せ場をどんどん見せていかないとですね、あっという間に試合がほとんどなんか見せられないうちに終わってしまうようなことがよくあります。この6人たちそれだけにこのスピーディーな攻防が楽しめるわけですけども、顔面入りましたね、はい、あーいいですね、ドロップキック、まだ行きます。あーっと、なんと田村が起き上がる前にですね、一発入れていこうというこの辺りが闘志をみなぎっている。このシーナは強烈カウンター、ドロップキック合戦ですよね、はい、大事です。さあカウントは 2.5 ですか。まあこのドロップキック合戦というとですね、前女イズムの伝統というかね、はい、前女の新人の伝統、はい、今前女で一番大きい選手と一番小さい選手の対決なんですいやいやいや、この渡辺が174センチ、後ろから玉田がいても立ってもいられないのか。3人ですね、あトリプルでドロップキック、お負荷持ち上げましたよ、はい、韓国152センチの深川が174センチのこの渡辺を相手に戦っているわけですけども、おトミックドロップ、これは落差があるだけにかなりきついか。アサリ勝負早いですね、早いですね。ロンダーのキックを早くもここで見せた。なにわのファンが思わずうおーという歓声を上げています。もう一発ロンダーのキック、吹っ飛びましたよ、はい、さあボディスラム、これカウント危ないぞ危ないぞ、おっとちょっと深川がグロッキーか、ロンダードキックの2連発、精神的なダメージ待ったのか、あっとうまい、スモールパッケージホールはどうか、カウント2。さあ玉田とアサリ、この辺りのねライバル関係もですね、今後どん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 とヒートアップしていくんでしょうけれども、さあこれは旋回式のボディアタックであります、玉田のオリジナルの技。さあカウントはどうか、これ本家がジャガーなんですけども、そうですね、ジャガーをしのいでますよね、はい、完全に。うまいぞ、セカンドローポリしてバックに回ってジャーマンというところ、この辺りはさすがに相手を熟知したこの2人の展開。おっと、まあ、レクシダースからエビ固め、危ない、いつも今の決まった時あるんですけどね、はははは、飛びつきのレクシダース。さあボディープレスから、あっとここで勝負に出たか、勝負に出たか、ジャパリータアサリ、さあ何を見せてくれるんだ、ボディープレス、落差十分でありますがカウントはどうか。まだまだしかしこんなものでは玉田はという感じでありますけれども、おっとお客さんにアピールして、このムーサルトはうまくかわしたが、バックの取り合いからジャーマンを狙うのか、シーナがうまいカットに入った。なかなか動きいいですね、はい、お第一戦。さあおっと決まり込んでジャーマン、
さあ綺麗に人間今日はブリッジ入った。なんとなんとジャパニーズアサリがスリーカウントを聞いてしまった。8分54秒で攻撃を見せた浜田の家の表浜田麗が見事な人間クラッチを示したという感じであります。かなり印象に残ったんじゃないですか。はい、はい、いやこれにしても6人タッグにしてはですね、まあ、8分9分弱というねタイムで非常にこのなんていうとスピーディーな攻防、目が離せない攻防ということになりましたね。大阪女王制や第1試合レンジャー2デーとは非常にフレッシュな戦いでしたけれども、まあ新人らしいと言いましょうか。ドロップキック合戦から最後は鎌田理恵が得意のジャーマンスープレックスを打つのでジャパニーズアカデミーを出した一戦でありました。見事オープニングマッチを制しました3選手にお越しいただきます。どうぞ。どうもおめでとうございます。玉田選手、3選手の、コンビネーションが良かったと思うんですが、あの試合始まる前になんかやりたいなと、せっかくタッグなんで、はい、なんかやりたい。深川とは、あの今度9月2日に全日本タッグとか控えてるんで、はい、連携とか いろいろやりたいなと思ってたんで、はい、今日はそれが出せたから、まだそんな息がぴったり合ってるとかそういうんじゃないんですけど、はい、あのやっていくうちに徐々になれるんじゃないかと思って、はい、今日は出せてよかったと思ってます。深川選手、玉田選手はそういうようにおっしゃってますけども、どうでしょうか。はい、あの玉田にすごいフォローされた部分が多かった、はい、自分はやられてる場面がちょっと多くなっちゃったんで、はい、それを全部すごい高フォローでうまくやってもらったんで、今度はもう自分が武道館とか組むときに自分もタッグだからやっぱり、はい、できれば、ね、うん、自分もできればなと思いますけど、はい、おめでとうございます。玉田選手どうでしたか。やられっぱなしになってしまったんで、ちょっと反省点が多いということで、今後の活躍に期待しております。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。残念でした。お疲れ様でした。どうでしたか。ちょっと向こうの結構3人のチームワークっていうか結構なんかまとまってて、こっちの方が全然まとまってなかったんで、でも自分はやっぱり玉田を中点で行ったんですけど、その玉田に負けてしまったんで、次はね、武道館では絶対玉田から自分がフォローと言います。期待しております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。